ルドルフ・ビッセルはドイツの政治家。バイマル教は正規に経済大臣、労働大臣を務めた。ビッセルの記念プレート1869年にハノーファーケンゲッティンゲンの総打手、ルートビヒ・ビッセルとウルルケ・ビッセルの息子として生まれる。1876年から1883年にかけてブレーメンの公立学校に通い、卒業後は機械技師として働く。 1888年にドイツ社会民主党に入党し、機械工場の労働組合長に就任する。また、1890年にはドイツ、金属労働組合の設立に参加した。同年に結婚しており、長女ウルユケ・ビッセルは1924年6月7日に、スピード党員の夫フリードリヒ・バッハと結婚し、長男ルドルフ・ビッセルは、スピード党員として活動し、 第二次世界大戦後にはベルリン市議会議員を務めた。1891年にドイツ帝国陸軍に徴兵され、1893年までポーゼンの敵団兵連隊に配属された。兵役終了後はキールにあるドイツ帝国海軍の魚雷交渉で戦番技師として働く傍ら、ドイツ金属労働組合の活動に積極的に参加した。また、 同時期に法学を学び、1901年からは、リューベックの労働組合役員の秘書として、労組専従となった。人民委員評議会メンバー1905年に、リューベック議会議員に当選し、社会政策の充実を訴え活動した。1908年に議員を退任し、ベルリンのドイツ中央労働組合事務局社会、政策部長に就任した。 1916年から1918年にかけて、スピード機関士フォーベリズのパートタイマーとして働いた。1918年3月に、ポツダムロックから帝国議会議員に当選し、党内右派として活動した。ドイツ革命が勃発すると、ビッセルは、ドイツ労働組合総同盟副議長の立場から、労働者の権利確保に努め、シュティンネスレ議員協定を締結し、 革命の先鋭化とレれテ主導による政府樹立を防いだ。12月28日には離脱したドイツ独立社会民主党選出評議員の公認としてグスタフの助と共に人民委員評議会の評議員に任命された。第2次ミュラー内閣1919 19年ドイツ国民議会選挙で当選し、 翌年の1920年ドイツ国会選挙で国会議員に選出された。以降、1933年まで発期14年連続当選を果たした。1919 19年2月にバイマル共和制の初代経済大臣に就任し、計画経済の実施を試みたが党と政府の賛同を得られず、7月に辞任した。百二十四年から百三十二年に、 かけて、ドイツ労働組合総同盟の執行委員として、ベルリンとブランデンブルクアンデアハーフェルの賃金交渉の仲介人を務めた。1928年に、ヘルマン・ミューラ内閣に労働大臣として入閣し、世界恐慌に対処するため労働者のストライキに反対した。1929年には、キール大学から名誉博士号を授与された。 1933年3月23日の全権委任法の投票では、ナチ党の独裁に抵抗して反対票を投じたが、スピード以外の全政党の賛成により法案は成立し、ナチ党の権力掌握が達成されると、ビッセルは6月に国会議員の資格を剥奪された。ビッセルは警察に逮捕され2ヶ月間拘留され、釈放後も2年間警察の監視下に置かれた。 その後、ヴィッセルは政界から引退し、第二次世界大戦が終結するまでベルリンでイントン生活を送った。1945年にナチスドイツが崩壊すると、ヴィッセルはスピード再結成に加わるが、共産党との合流には強行に反対した。1949年にベルリン名誉市民号を授与され、 1954年には、ドイツ連邦共和国功労勲章を授与されている。1962年12月13日に、西ベルリンで死去した。遺体は、クロイツベルク区の、聖十字架教会に埋葬された。死後、ビッセルの名前を冠した、ルドルフ・ビッセル教、ルドルフ・ビッセル小学校がベルリンに作られた。また、故郷のゲッティンゲンには、 ルドルフ・ビスセル通りが存在する。ありがとうございます。